武田塾に入会金無料で1ヶ月通える夏だけ武田、今年も始まりました。自宅でオンラインの指導も受けることができます。詳細は概要欄から。武田塾チャンネル。武田塾教務長の中森です。武田塾教務の高田です。中森先生、はい、今回ちょっと僕らの本音みたいなことをこの動画でちょっと話せればいいかなと思ってるんですけど、はい、で生徒からいろんな質問いろんな相談あるじゃないですか。で僕らがぶっちゃけた話、こういうセリフを言う生徒って浮かんないよなってちょっと心の奥底で思ってる、そんなセリフを4つ紹介しようかなという企画なんですけども。なるほど。普段はね、真剣に答えますよ。どんな質問が来てもその NG の質問とかないんで、こういう考え方に変えてほしいみたいな感じの。あ、そうですね、そうですね、そういう風にプラスに捉えてもらえたらありがたいです。はい、うん、はいはい、この生徒伸びないなと思うセリフ1つ目、この参考書持ってるんでこれに変えてもいいですか。この質問の仕方だと厳しいかなとは思います。はいはいはい、うん、受験勉強って、まあ、合格するための最短コースを走ってほしいなという思いがあるんですよ。その最短コースを考えて中森先生はルートを設計してるわけじゃないですか。うん、でじゃあ持ってるからという理由でこうルートの方を変えちゃうっていうのは遠回りな方行っちゃってる可能性があると思うんですよね。もちろん参考書によるケースバイケースの部分ももちろんあるんですけど、別に1000円払って本屋さんで買って最短コース進もうよと、中森先生が選んだこれ一番合格に近いっていうルートがあるんだからそれをやろうよっていうふうに思っちゃいますね。なんか仕上げてて、これでも問題ないですかなら分かるし、自分が持ってるものと参考書を武田のルートを見比べた上で、はい、例えば本屋とかで見比べて、うんうんうん、あでもこれだったら自分はこうこうこういう理由で変えたいんですけどって話なら、はい、まあ分かるかな。分かります分かります、うん、志望校の傾向とかも踏まえてってことですよね。うん、そうとか、はい、自分の実際やった上での好みとかっていう話は分かるんだけど、うんうん、この質問をしてるってことは多分違いが分からず質問してんじゃないかっていう可能性が高いっていう、うん、単に買いたくないみたいな、うん、なのかなと思うんでちょっと伸びないなというのに選ばせてもらいました。じゃあ2つ目いきます。はい、うん、なんかこの英語の長文読めなかったんですよね。これあるあるですね。これ、はい、これどうですか中森先生、このセリフは。僕はちょっと伸びないなと思っちゃうんですけど。ふわふわですね。はい、中森先生、正しいセリフはどうあるべきですか。読めなかったっすよ。どの部分が訳せなかったのか、あるいは問い何番の問題がこうこうこういう風にできなかったとか、もっと具体的ですね。だから振り返りが不足してる、復習が不足してるって思いますよね。例えば読めないって言っても、じゃあ単語が分かんなかったのか、ではどの単語が分かんなかったのかとか、あの構文がいまいち取れなかった、じゃあどの文の構文が取れなかった、どこの SV 用紙が分かんなかったのかとか、もっと深く深く掘り下げて考えていけば自分の読めない原因って特定できると思うし、できなかったとしてもその特定するまでの手前の段階まで迫れると思うんですよね。なんかこの英語の長文読めませんでしたっていうと、だから復習本当にしたのとか、自分で振り返ったみたいな、解きっぱなしにしてないかみたいなところがこう伸びないなって思うポイントをやったりします。原因をもっと深掘りする姿勢を持ってほしいと思います。はい、じゃあ3つ目いきますね。うんうん、これってノートに移した方がいいですか。この長文って音読10回した方がいいですかとか、ぶっちゃけ僕らから見てどっちでもいいよって思う質問ってあるじゃないですか。その質問を聞いて帰ってくるまでの時間で終わるようなっていう感じの質問は、聞く前にやったらって正直、やって無駄だと思うならやめりゃいいんじゃないっていう感じですかね。はいはいはい、自分の中での目的とかゴールが見えてないままその行動を取ろうとしてるってところもちょっと僕の中で問題かなと思ってて、必ず何か行動するには理由が必要だと思ってて、こういうことをできるようになりたいからノートを写すんだとか、こういう風に復習したいからノートにするんだとか、なんか理由をつけてほしいんですね。そしたら別に聞くまでもなく多分それすると思うんで、うんうん、目的なしの質問は伸びないなって思っちゃいますね。ちょっと残念ながら自分でやるっていう感覚がないのかなって感じがちょっとしちゃいます。まず行動を移してほしいなっていうのはし、何のためにやるかは考えてみてほしいなっていう、うんうん、じゃあ4つ目はちょっと僕の方から、はい、ああそうですね、中森先生チョイスで、はい、これが一番多いと思うんで、はいはいはい、僕この大学行きたいんですけど受かりますか。いや分からんって受かるよって予言者じゃないんでね受かるよって言ってほしいだとは思うんですけどね。その質問だけされても、うん、なんか受験相談とかだったら、はい、その後状況聞けるじゃないですか。だけどコメント欄で今からどこどこ大学行きたいんですけど受かりますか、この時期やっぱ多いじゃないですか質問すごい、うんうん、
いや、わかんないよねっていう話ですよね、状況わかんないからっていう、はいはい、受かりますかって言って、いや厳しいよって言われて、あ、じゃあ諦めますみたいな受験生だったら、そもそも受かんないよって思っちゃうんで、どうやったら受かりますかっていう質問だったり、なんか受かるために何すればいいです、そういうセリフだったら、あ、可能性あるなと思うんですけど、受かるようにやるしかないんだよっていう、悩むところじゃないっていう話なんですよね、はいはい、受かるためにやろうと、でそのために今何やるかっていう、はい、その手前の質問をしてる場合じゃないっていう話。あ、確かに確かに、ね、多分この質問する子ってやっぱり E 判定だったり成績が足りてなかったりする子だと思うんで、 A 判定取ってる子たちに対してその気持ちの部分で負けちゃってたら絶対叶わないと思うんで、そこの気持ちの部分は絶対あの A 判定の子よりも強く持っといてほしいなとは思います、はいはい、というわけで、この生徒伸びないなと思うセリフ4選をねちょっと紹介させてもらいました、まあ、みんなにも当てはまってる部分あると思いますし、なんかこうそれで質問しづらくなるのは僕一番嫌なんで、あのどんな質問でもウェルカムなんですけども、ちょっとこう僕らがね、あのいろんな生徒見てきた上で受かる子そうじゃない子っていうのはやっぱなんとなくこう分かっているつもりなので、自分自身の発言、自分自身の行動、自分自身の考え方みたいなものを一つ見直すきっかけにしてもらえれば僕としては嬉しいです、はい、皆さん頑張ってくださいね、今回は以上です。先日私高田が武田塾高松校に行ってきました。カフェスタイルのおしゃれな教室で、さらに働いてる先生たちもすごくいい先生たちばかりでした。ぜひ皆さん武田塾高松校の動画概要欄から見てください。